な。打ってきた。お待たせしました。すいませんね。こんな途中で抜けてすいません。そうちゃんと自撮りして戻ってきた。ただいま。早かったね。そうね、文章ね途中まで打ってたの実は配信始める前に、でもインスタもやってたからわーって出てきた。メールはマイク送る前に、送る前に書くかな。もう思ったことバーって書いてバーって送ってる私いつも、でも今日はショールームなんか多分時間過ぎるかなって思ったのもあって、あれなんですよ。ちょっと打ってたけど、そう、ねえ、インスタめっちゃ気になるよね。そう今年はねインスタライブやるのはやめました私やめちゃった、ごめんなさい。インスタライブはねちょっとまだ私にはハードルが高くて恥ずかしくてインスタライブやっぱショールームが落ち着くなという、ちゃんとさこうやってあれ名前もわかるし、いやインスタライブはねなんかねまた今度やるねいつかそうちょっと恥ずかしいなって、なんかインスタライブってさすごいじゃんなんか、なんか殺伐としてない、なんかよくわかんないけどそう私一回コラボでインスタライブやったことあるんだけど本当に全然できなくて、なんか無意、なんか意味もなくこう外カメ内カメを変えちゃったりしてて、たりしたり本当に難しかったのインスタライブ。携帯がもうなんかスマホ自分のスマホがマグマみたいに熱くなって、もうインスタライブこれもう大変だからもう当分やんなくていいやって思ったのを思い出して、やっぱ私はショールームが合ってるなって思って、ちょっと慣れなくて。でも来年はやります来年はやります、来年はやりますから、それかなんかまた記念の何かの記念日の時やろうかな、今年はねショールームで。そうそうそう、わかんないよね。そう難しいから。ショールームはねこうやってのんびりとできるので。わあありがとうございます。いや私さ昨日なんだっけ
あ、やばい、また目が乾いてきた。つけます。目薬タイム、給水タイム入ります。映ってるかな。あ、メガネだけ。昨日さ、あの落語の時に STU の STU48 さんの、あの内海里奈さんからCD をいただいたんですよ。そう、あれにも載せたんですけど、 Twitter にも載せたんですけど、で私花は誰のものめっちゃ好きで、そうで CD いただいたのを機にもうまためっちゃ再ブームが来ててめっちゃ聴いてる、うん、そうそうそう、値上がりちゃん、そうそう、やっとさ、あれなのよ、 Twitter もね、その他のグループさんのメンバーさんからも、他のグループさんとかタレントさんとかお祝いコメント来てて幸せ。いや、さっき私見たんですけど NMB のあのさつき愛川さん、さアイピタンからもリプ来てて、もうすぐ返します、これ終わったら。めっちゃ嬉しい、うん、歌ってみたいな、ショールーム。でもさ、全部歌えないからさ、私なんか全部歌えないとさ、結構ちょっと失礼じゃない？大丈夫かな。一番だけなら歌おうか。途中まででいいですか？なんかたまたまイヤホンがあった今。CD いただいた記念で歌おう。めっちゃ久しぶり。でもね、うまく歌えなかったらごめんなさい。もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなる。もしこの世界から東京が消えたら、
やっぱこれでしょ。次は歌い出しいけるかな。土地音楽がきっと助けてくれる。ピンチになっても失敗するな。今日の空も晴れ渡って雲は一つもない。そうどんなに雨が降っていたって必ず止むんだ。辛い何かに襲われた時心の奥で呼んでごらん。僕らの日の土地を横切る流星。さあ消えてく前に未来の夢何を願うのか。平和な宇宙邪魔するものは正義の使者が許さないよ。僕らのルールだ。土地を天下落ちようか。さあ落ちよう。
終了、カラオケ終了。めっちゃ久しぶりに歌った。ありがとうございました。今日はね、22歳になったことですし、もう生まれてるので、はい、今日の夜生まれてます、私は。そしてずっと自分が生まれたの夕方だと思ってたんですけど、夜でした。夜に生まれました。ちょうどもう今数時間前に生まれました、私。 Go ahead。 いい曲だよね、元気出るよね。とモノマネ、そうな、私星さんのモノマネ得意なんだ。新たな情報、初情報ねえ。僕らの土地音ができてよかった。あ、メール届いたよってね、さっき。よかった、届いた。ごわへじゃーじゃーん。皆さん、私の今日インスタ上げたので見てください。ラーメンじゃないやつそう、いやー、わかる。ノンストップさんにとちおんがのね映像がこう使っていただけてたんですけど、なんと大塚菜奈美っていう名前まで出していただけて、なんて嬉しい。ちょっと待って、またタワー来たんだけど。ねえ、何記念よこれ。あなた何本目？本当にもう。でもありがとう。タワー。こっちに来た。パク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 。すごい。あれ？タワーの位置ずれた？これ。大好き。大好き。あ、ちょうど、大好きみたいになってる。すごい。あ、誕生日記念だよな。そうだよね。本当にありがとう。でも、たくさんごめんなさい。ありがとう。あ、切れるとずれるんだ、タワーが。あ、タワーずれるんだね、うん、すごい。どうしよう、こんな2部でもこんないただいちゃって。ギフトなどすみません。初見さん、ぜひフォローよろしくお願いいたします。嬉しい。あれだよね、今月、そうだ、私なんか今最近さ、おしゃべり会してないなって思って、え、待って、もうないっけって思ったらありました。11月は2回あるので、おしゃべり会よかった。もう超楽しみ。早く来ないかな、おしゃべり会。わかる、来週だね。おしゃべり会したい、早く。みんな来てね、みんな来てね早くおしゃべりしたいです。話したいよね、わかる。やっぱさ、毎週ないと困るかもしんない、私10月とか、10月だっけ、10月はほぼ毎週あったじゃん。9月か、
からさ、20日ですよ。20日と26ですよ。わかる、話すこと多すぎるよね、ね、わかる。なんかさ、この2ヶ月間めちゃくちゃあった分、あ、そうです、10月だ、毎週あった分、なんかちょっとでもないとこう土日がなんかね、ちょっと寂しい、土日といったらイベントだったからさ、ずっと夏から、フェスとかイベントとか、そう、そうそうそう、12月もある、あるよ、諸事情取れなかった、来れる時来てね、全然参加でき、来れる時来て、みんないつでも待ってるので、そうだね、次のあれも決まったし、またできるといいな、あれやりたいんですよね、リアルイベントあるかな、フォローしました、ありがとうございます、みんな初見さんがフォローしてくれる、あ、ノイミーさんのファンの方だ、私は、私も大好きなんです、ノイミーさん、やばい、こんなさ顔でごめんなさい、やばいやばい、こんな、すいません、こんな顔で、ハニカミショートいいですよね、いいよね、もうノイミさんの最新シングルめっちゃいい曲ですから、もうショートの、あのショート編、黒髪ロングをバッサリ切ったあの富田菜々香さんのあのもうショートヘアのあのもう MV がずるいんですよ、もう俺知らなかった、もう気づかなかった、本当にもうなんかさ、私ほんと好き、いやなんかあのずっとあのノイミのあの富田菜々香さんっていう、もう美しい可愛いメンバーさんがいらっしゃるんですけど、ずっと黒髪ロングだったんですよ、もうずっとずっとこのシングルまでずっとずっと、そうあのロングだったんですけど、このミュージックビデオ、そうこのシングルのタイミングでバッサリ髪を切ったんですね、ショートヘアに、でその髪の毛のお披露目の仕方が、あのミュージックビデオでこうじらされてじらされてサビでバーンってあの菜々香さんのショートがバンって出るんですけど、もうその演出がやばくて、ミュージックビデオあの演出考えた人誰って、天才、絶対見てほしい、そんなんさやばいよ、そう、あとねもう私推しを見つけてしまったかもしれない、あのももきゅんさん、桜井ももさんっていうメンバーさんがいらっしゃるんですけど、私もう声がドタイプすぎて、あとお顔、いやなんか今回のミュージックビデオのももきゅんさんが超可愛くて、なんか彼女かと思って、そう、いやしかもセリフもあるんですよ、またそう、ハニカミショート絶対見てください、ミュージックビデオ、いやオタク出ちゃった、すいません、やっぱ楽しいね、みんなの気持ちめっちゃわかる、アイドル好きっていいね、私は DD ですよ、私はそう、みんなもさ、どういうこういう話してんの、あの MV のさ、あのななみんがさいいよねみたいな話してくれてるのねえ、あのツアーのさ、ななみんよかったよなって話してくれてる、みんなする、ありがとう、ななみんの声好きだなってする、もちろん、ありがとう、楽しいよね、好きな人の話するって
きなさアイドルの話するって本当に楽しいよね。めっちゃわかる、私自分がアイドル好きだから本当にわかる。絶対さ語っちゃうもん。落語終わりにさ私話してくれたの、またさ変なとこでポーズ入れてたやんって。どうせ話してたんでしょ。ありがとう。妹とかったいいね、今日姉妹でさ、兄弟姉妹でさ同じ趣味よくない、うん、話した。最終日にぶち込んできやがったよ推しって言ったでしょ誰か。うん、バレて、いやわかるよ、言った、わかってるから本当に。みんなのこと、みんなが何話してるかわかるから。落語終わり、ななみの話した。嬉しい、ななみのことしか話さない、めっちゃ嬉しい。どういうことを話してるんだろうなと思って。エスパースかでしょ、うん、ちょろいとこは似ません。よかった。もう3時間語る、ねえいいね、足りない3時間じゃ。なんなら千秋楽前にどこにぶち込んでくるかね。やばい、気づいてた、うん、いやよかった、そっかそっか、嬉しいな、でも嬉しいな。居酒屋行くんだ。ななみんのレポしちゃう。ね、レポとか嬉しいんだよね。それこそさ、おしゃべり会とかツーショット会終わりのレポとかさ、めっちゃ嬉しい。愛、愛に溢れてるって思って見てるいつも。嬉しい。そうそう。メモにいつも残してる。もうそんな嬉しすぎる。本当ですか。超幸せ。あ、みんな居酒屋なんだね。家族に呆れられてる。嬉しいよ。そっか。嬉しい。おしゃべり会は雑談すぎて、そうだね、あのすっごいおしゃべり会はめっちゃいろんな話する、みんなとめっちゃくだらない話とか真面目な話とか、そういう何でも話せるのがすごく嬉しい、うん、レポ交換、楽しそうなんですけど、それななみのネタ尽きること、本当に尽きるでしょ、本当にほぼ大好きしかよ。いや、いいことやん。私みたい。もうさ、今日もお尻すっごい可愛くて、もう大好きみたいな。ななみ、対応良すぎ。いやいや、ほんと？私、全然もう、もう全然、なんか、全然だよ。嬉しい。全然だよって。語彙力がないけど、嬉しいな。あ、みんなメモってるんだね。もっと話したいな。いや、そうよ。おしゃべり会みんな来て。話したい、ね、自由だよね。確かに真面目な話全然しよう。居酒屋買ったラーメン最高じゃん。居酒屋からのラーメンとかさ、ちょ、それ最高じゃない。もし元気欲しい時レポ見返して愛おしい。本当？なんか嬉しいなそれ。元気出る？もうなんかさ、そういう時になんかもしさ落ち込んで嫌なこと、プライベートで嫌なことがあったりさした時に、すごいなんかアイドルとか推しってすごいさ元気もらえるから、私もいつもハッピーに生きるね。じゃあこれからもいつもボコボコにされてます。あ、時たまボコボコにしますね私は。チョロキューたちを、はい、ちょろちょろちょろきゅうたちをボコボコにする時もあります。逆に推しが違う、あ、確かにそれもいいね。いやいやいや、
うちの推しメンはさみたいな、何も考えなくても楽しめる。え、そう、それよく言っていただける。なんか全然ノープランで来たのに楽しめましたみたいな。ありがとう、それ、そうそう、チョロチョロチョロ Q の皆さんにお誕生日おめでとう、ありがとうございます。嬉しい。やばい、もうこんな時間だ。11時半になったら今日終わりにしますね1時間半もやってた、嬉しい。もっと蹴られた、蹴ったことないから私ねえ、本当にさ面白すぎる。そっか、他の推しの仲間と、うん、いいね。あの、あそこのあれがさ良かったよみたいな話したい。ボコボコにされて喜んでる。いやいやいや、ちょっとダメだよ、もうちょろちょろすぎはダメだよ。もっとビンタってしたことないからやめてねえ、みんなさそれ誤解されちゃうから。今初見さ、しかも今日はさお誕生日でさ、きっと初めて見てくださった方も多いのにさ、ちょっとコメントでさ、あのほら初見さんとかいらっしゃるのにさ、やめてよケツバットされてしたことないから本当に面白い。お誕生日ありがとうございます、初見さん、嬉しい。ぜひフォローしてください。私はもうすごく優しい優しい人です。はい本当に、え、すごい、ほら嬉しいコメント来てるから、みんな見て、友達がつわいてて、私がななみんをしてる理由分かったって言われて、ほらね、こういう見て、見た、みんなボケてるけどさ女の子はこんなこと言ってくるんだよ、自己肯定感上がるってとかさ、もうもっと怒らないよビンタ希望とか、こんなさ変なこと言っててさ、もうほら嬉しいね、もうでもみんなはそういうところが私は好きなんです。そういういきなり大喜利始まっちゃうとことか、みんなのそういうとこが好き、うん、初見さんありがとうございます。初見さんほらお祝いして、お祝いしてくれてる。ごめん、あれごめん、女なの変なことしか、そんなことないでしょもうね、私のななみ推しは全員おもろいから、おもろいし優しいし、もうすごい、なんかすごいななみ推し色が出てる、いつも。未だになんでナナミをしてるか分かんない、なんでだよなんでだよなんでよ。そうだよ、今日さあれなんだから、誕生日会なんだから、うん、みんな誕生日会、あ、ほら3000人いったよ今日、嬉しいね、嬉しいねって、推しに似るのでありがとう、似るからって。いつもごめん、いつも真面目で、どこがないもう本当に面白い、うん、ななみちゃんルーム初めて来た時雰囲気めちゃくちゃななみみゃんだなって、かわいいな呼び名が、よかった、やっぱ出てるんだね、みんなにもにじみ出てるんだ、うん、知り合いがななみ推しになってから滑るようになりね、ちょっと待って悪影響それやばい、あ、11時35分になっちゃうね、だから寝坊する前に切りますねお後がよろしいようで、はい、改めてありがとうございました。今日はあの二部立てでお送りさせていただきました、ショールーム楽しかったですね、夜中の日付またぎの時も、この回も本当にありがとうございました。もう本当に楽しい、またすぐ配信するので、はい、来てください、ありがとう。改めてお誕生日を、こんな幸せなお誕生日を迎えられてよかったです。22歳も頑張ります。またね、みんなスクショよろしく、スクショタイムです。
ありがとうございました。じゃあまた配信します。おやすみみんな、明日も頑張ろうね。バイバーイ、おやすみ。